最後までどうぞゆっくり聴いてください。1曲目は、ドライビングボーイという曲をお届けしました。次にやる曲は、引き潮という曲です。聴いてください。Thank you.
きたいと思うんですが、受け元に皆さんにちょっとお配りしているチラシみたいなのにちょっと曲名とか書いてちょこっとメッセージも書いてあるので、それを見ながら聴、いていただけたらと思うんですが、次にお届けする曲はですね、私は実家が宮崎なんですけども、年に3回ぐらい、帰ってるんですね、宮崎の方に。で、宮崎の空港にラウンジがあって、そこで飛行機を待っている時に湧いたイメージの曲を今から歌います。レイニーメモリー、聴いてください。Thank you.
構サクサクいきますけど、皆さんね、大切な人いらっしゃると思いますが、家族であったり恋人であったり友達、仲間、大切な人はね、皆さんいらっしゃると思いますが、そういう大切な人がもし突然いなくなってしまったら、永遠に会うことができなくなってしまったら、どんな気持ちになるんだろうっていう思いで作った曲がありまして、でその曲を作った矢先にですね、私の父が亡くなってしまって、曲を作ったのはいいけれども歌えなくなってしまったんです。この今から歌う曲がもうなんか涙が出てきて止まらなくって、で、まあ、何年ももう経ったので、まあ、大丈夫かなと思ってちょっとこの前の先月か1月のアコースティックで一回ちょっと持ってきてみたんですけど、バンドでやるのが本当に久しぶりで、まだ泣かないように頑張ろうと思うんですが、あと皆様も大切な人のことを思いながら聴いてください。ジュエルの夜。
どうもありがとうございます。ここでちょっと宣伝などを、させていただきたいと思うんですけど、なんと私たちはですね、なんですか？なってるけど、まあ、いいや。私たち、結成15周年なんですね、ミスティブルは。で、昨年、15周年記念ということで、アルバムを作りました。記念アルバムで5曲入り、1000円なんです。そこの受付のとこで販売してるんですけど、もうね、血は流してないけど汗と涙の結晶なんです。本当にね、頑張りますね私たちっていうぐらい、レコーディング経験のある方は皆さんね、大変なんですよね。もうライブの方がまだちょっとごまかしも聞きますが、レコーディングはもう本当に一音一音大変な思いで作りました。なので、もしよろしかったら、今回やるライブでやってる曲は全部というか5曲は入っています。なのでお買い求めていただけたら嬉しく思います。もう1枚ね、これはちょっと急遽思いついたことなんですけど、東日本大震災がね、先日5年ですよね、起きてから。で、やっぱり阪神大震災を私たち経験しているだけに、ものすごい私は震災に関して人の隣には思えなかったんですね。で、初めてというか、あんまり私寄付とかね、本当にしたことがなかったんですよ、正直。だけど今回は本当に寄付をっていうか、寄付しかできないなと思って、もう何もできなかったから。で、それで、これはですね、3年前に東京でライブやった時に、東京の方もすごいいろんな震災の影響を受けてるからということで、チャリティーアルバムを持って行って、それをチャリティーにしようということで、持っていったんです、これを。で、1回はもうチャリティーでも済ませているんですけど、寄付は。でも、あとちょっとね、何枚かまだ在庫があるので、もしよかったら、これはチャリティーですから、もしもチャリティーにご協力していただける方は、一応1000円にしてますが、2000円でも3000円でも1万円でもいいんですけど私が責任を持って、震災維持に、子供にね、送ろうと思っています。これもちょっと受付のところに置いてます。2枚買っていただいた方には、もうね、これはちょっと恥ずかしくて見せられないものを持ってきてますのでどこでは見せられませんっていうものを塗ってくれたら、それあげます。じゃあ、宣伝をこれだけ。じゃあ、次は2曲続けてお届けしたいと思います。パープルトワイライトとフォレスト。
初めての日に来ました。ちょっとお水を飲ませてくださいね。ここでですね、特別ゲストが登場するんですよ。その特別ゲストっていうのは、2年くらい前から突然登場って思ってたんですが、私ね、2人が、はい、はい、もうそこで飛び交ってますが、私の双子の姉のね、アシアガオガラっていうのがいるんですけど、そこで今笑っている中之島花子さんと来てくださってるんですが、彼女のライブでしか登場したことがない姉がなぜかミスティブルーに登場したいって言うもんなので、みんな会いたくないの？会いたくない？見たいでしょ？会いたくない。ミアラちゃんがええわ。え？アシアガワニューガル。でそれで、そういう姉がちょっと来てますので、皆さんね、楽屋はそうなんですよ。だから皆さんあっちを向いて、うららって呼んでもらいます。はい、みんなあっち見て。はい、うららって呼んで。うらら。遅い。のれちゃんのように早着ができないから。一応これが。これがうらら。皆様ごきげんよう。私が恵美子の姉の芦屋川がなって申しますの、住んでるところ当然芦屋、芦屋といえばどんなところかご存知よね。弁天町やろ。バラしたら高いなんか。っていう感じで、ちょっともう今うららの中はちょっと弁天町や。それで私今からうららなんですけど、でそれで、恵美子がね、メンバー紹介をしてくれって言うのよ、私に。私はね、歌は歌いたいって言ったのよ。でもね、歌はダメだって。恵美子はね、歌は恵美子が歌うから、お姉ちゃんはメンバー紹介してって言うもんだから。今日メンバー紹介させていただくわ。こちらのミスティブルーのメンバーの皆さんもね、恵美子が大切にしてるという、じゃあさせていただくわ。私はじゃあ、ドラムのあなた、最近ご結婚されたそうね。ほやほやほや、ダンディーなのよ。オンドラムスラブ。ねえ、真面目なあなた、ね、本当に真面目なのよ、この方って恵美子も言ってたわ。ミスティブルーのためにね、いろいろ Facebook のページ作ってくれたり、イベントページ作ってくれたり、本当にミスティブルーのためにいろいろやってくださって感謝してるって恵美子が言ってたの。コーラス、ベース、イエス山田。今キーボードもあなた。怖いや。たくさんの女性愛人がたくさんいるそう。なんか恵美子もそのうちの一人だって。なんか東海一回女性ボーカリストのサポートしてるとか。まあ、そんな、オンキーボードです。で、ギターもあなた、サンバ好きをかけて息ぶってるけど。恵美子とね、15年前からよく我慢できたわね。限界だって。まあ、あの子もわがままだけどね、私以上に。そう、まあ、感謝してるってよ。バンバスギター、工藤。で、最近こういうキャラを作ることに芽生えてしまったけれど、今は芦屋のうらら。でも、本当は恵美子です。ありがとう。じゃあ、もう、今何時？あ、もうやばい。じゃあ、今から、この曲で、じゃあ、キャンディーシャワーということで、新曲です。聴いてください。
切なくて
最後です。ロンリーデイティ、聞いてください。